ためなんですよ、 K-1 とは一番気持ちを分かり合えてるんですよ。だから俺が優勝すればもうみんな幸せです、みんなハッピーなんで。戦慄のブラジリアンフック、木村フィリップ実21歳、ブラジルサンパウロ生まれの日本育ち。3歳の頃からサンドバッグを殴っていたという拳で16勝のうち14が KO という驚異のハードパンチャーぶりを発揮してきた。しかしハードなのはパンチだけではない。まあ、リング上でしっかりぶっ殺してくるんで、もう諦めさせたいですね、この世界で生きていけないっていうのを。俺以外の選手みんなカスなんだぞっていうのを見せたいですね。他の追随を許さない戦慄の拳に裏打ちされたビッグマウス。トーナメント最年少ながらも K のリングでレベルの違いを見せつけるか。いや本当に俺が優勝しなかったら本当に本当 K の舞台は本当また死ぬだけなんで、あとはここで結果出してもう一回盛り上がれば絶対にまた今までのもう華やかしい K-1 に戻るんじゃないですか、ね、どう見てもお前木村だろ。木村選手に、お疲れ様でしたと、まあ、本当に特にありませんというか感じですね。マサトの遺伝子を継ぐ男、相田康臣26歳。僕は、新日本プロレスと、K-1 を見て育ってきました。先輩のマサトさんのように自分自身に勝利と興奮の雨を降らせて優勝して空前絶後の秋にしたいと思っております。中学の1年ですね、一体となってその熱を生んでる、すごい衝撃を受けたのを覚えてます。プロレスラーになろうともう一回も思ったことはないですね。やっぱりもう本当にプロレスファン、プロの格闘家になるっていうのも僕の中でそういうのもなかったので、体力作りのために始めた。軽い気持ちで始めた格闘技だったが、生まれながらの打たれ強い強靭な肉体、ノンストップラッシュを武器に勝率は 94%。 会場のお客さんを巻き込んでの熱を見たくて、それができるのは何かって考えた時にこの新しい K-1、 あの頃の K-1 が良かったとか時代のせいにしたくないんですよね。絶対に生み出せるものだと思うので、興奮の雨を降らせていきたいですね。本当のレインメーカー俺です。だってあの顔じゃレインメーカーにならないでしょ。まあ、絶対に負けないやつと、まあ、誰でも倒せるやつが戦ったらどっちが強いのかね、俺もワクワクしますよ。しっかりと今回も受けた上で勝っていきたいと思いますね。最強の拳か鉄壁の肉体か、完全に K-1 クライマックスですね。アンダー65キロ初代王座決定トーナメント1回戦、相田康臣 VS 木村フィリップ実。